テイクアウトドリンクを通して街のカフェを紹介する2人組、トゥーゴーブラザーズのチャンネルです。今回ご紹介するカフェは千葉商店さん。田園都市線三軒茶屋駅から徒歩10分、住宅街の中にあります。マスターをモチーフにしたメガネとおひげのキャラクターが目印のお店です。ヨーロッパのお菓子屋さんをイメージしてデザインされました。自家焙煎にこだわったコーヒーとジャムとプリンのお店です。店内に入るとコーヒーの生豆が並べられており、ここからお客様の好みに合わせて焙煎をしてくれます。最初にご紹介するのは丁寧に入れられたドリップコーヒーです。普段はコーヒーのブレンド教室も開いているマスターが、納得のいくまでこだわって用意された数種類のブレンドをお試しください。季節のフルーツを使用したジャムも地元の方から愛されています。お伺いした時期にちょうど旬だったいちごやオレンジがふんだんに使われていて、果肉感が強く贅沢な一品です。オーナーの千葉さんにお話を伺いました。大学の頃からコーヒーが好きで、飲んでおりましたので、いずれこんな感じのお店を持てないかなと思っていたところで、いろいろ準備を重ねてきた結果、なんとかお店を開くことができました。うちはお客様から、ご要望があって、その時点で焙煎をするスタイルです。5、6分、あればその、焙煎スタイルすぐのものをお渡しできる、香りのものですから、やはり焙煎したてが一番おいしいと、思いまして、こういうスタイルで機械を導入しております。20代の子から上はもう70、80のおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな、年代の方がいらっしゃって、それぞれいろんなお話を伺える、そういうところが一番楽しいところではあります。千葉商店もう一つの名物がこのプリン。千葉さんの人柄が現れるような優しい甘みで、大切な方へのお土産にもぴったりです。お店の場所や最新の営業状況は概要欄に記載しているので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。お店の情報は概要欄に掲載しています。この動画が参考になった方はぜひチャンネル登録をお願いします。